今日は全員揃っての公園の清掃です。全員揃って清掃するのは年2回だけです。約40分の作業がぼつぼつ終わりに近づいてきています。うん、一緒や。よろしく。楽しい、楽しみや。何が？去年はね、頑張って役をしたけど。ああ、なんで今年できへんの？何が忙しい？あ、林保町なんか。最後までやっとんのはやっぱり稲垣さんやな。これ動画で YouTube アップします。動画で YouTube アップします。やっとったの、うん、日々日常を記録。お宅のあれで、え、あの宮田さんの、うん、そうそう、トライ高広で、うん、あれ見ての長野さん見せてもらいます。 YouTube 見ての、 YouTube 他のやってみたら、あ、ほんま、あのね、PRY、PRY、高広はカタカナ、はい、英語のトライ、毎日1日1本あげるの。あ、そう、偉いね。大変だぞ。毎日偉いね。そうよ、大変よ、ね、題材探しに昨日南町のホタルまで探し、あの撮りに行ったけど、帰ってみたら全然撮れてないね。動画がホタルを撮ったつもり、うん、あの稲美町のね、水辺の里、あの池のとこ、うん、めちゃくちゃなあの駐車人、うん、駐車場を誘導する人までおって、うん、まあまあ確かに伊予さんおったわ、うん、それでなんか4年前から放流したのに、過去はどこにおんねやろ、どこおんねやろか、いろんな情報交換もでき、交流の場にも変わります。うえ、いい機会です。綺麗なおみ足を綺麗なおみ足を。今のホットな話題はやはりコロナの予防接種の状況です。高橋さん、あ、横の、ああ、うん、あの方80超えたん、昨日打たれたんだよ、超えたん80、うん、なかなか仲むつましいやん。いや、そんな偶然にお隣のリンポのドブ掃除に出くわしました。1年に1回、これも年に1回行われるそうです。ちょうど田植えの前の時期になります。ああ、あれ見られと、こっち見とわ。ほんま嬉しいな。ほんま徘徊してんの。初めの別れたって誰やろ。6キロ歩きよんの、ただ1時間か、いや1時間ちょっとかかる、かかるか、うん、40分、3キロ40分、だから80分やな。80分かかるわ。100まで行きなあかんもん。100まで。そんなことでどうします？このロブ掃除は公園の清掃と違う。これ清掃画面 YouTube アップします。とても大変そうです。ドブがなかって良かったです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。